ホイールがぐにゃりと変形したタイヤ。これは札幌の地下鉄車両の車輪です。北35条駅、麻生駅はご乗車になりませんのでご注意ください。4月22日、札幌市営地下鉄南北線は走行中の車両のタイヤがパンクし、午後2時過ぎから北24条駅と麻生駅の間が終日運転見合わせに。およそ3万人が影響を受けました。地下鉄24条駅です。代替バスが運行されているんですが、ご覧のように数十メートルほどの行列ができています。はい、臨時バスご利用の方はそちらの方でお待ちください。麻生駅です。忙しい時に重なってしまったんだなというところで、不便には感じております。なぜタイヤがパンクしたのでしょうか。麻生駅の南側では進路を切り替えるポイントの更新工事が進んでいて、撤去途中の部品の一部がタイヤに接触しパンクしたとみられています。帰宅ラッシュ時ということでありましたので、市民の皆様に大変ご迷惑をおかけをしてしまった。このニュースをウェブで配信したところ、鉄の車輪じゃないの？地下鉄がタイヤなの？なんで札幌はタイヤにしたの？と疑問を抱くコメントが相次ぎました。なぜ札幌の地下鉄はゴムタイヤで走行しているのでしょうか。地下鉄のタイヤがパンクしたというニュースを STB の YouTube で配信したところ、札幌の地下鉄はタイヤなのか、ダイヤがパンクしたのかと思ったら本当にタイヤのパンクのニュースだったなどとコメントをお寄せいただきました。そうなんです、札幌市営地下鉄はゴムタイヤというだけでなく、他の都府県の地下鉄とは違う方式を採用しています。今回は STB のアーカイブから札幌の地下鉄について紐解いていきます。全国の地下鉄でゴムタイヤを採用しているのは札幌市だけです。なぜタイヤなのか、 STB はかつてその理由を取材していました。こちらが地下鉄では日本唯一となるゴムタイヤになります。鉄輪に比べて粘着性っていうのが非常にいいので、鉄輪ではスリップするような場合でもゴムタイヤであれば急発進だとか急減速ができるということになります。ゴムタイヤは加速や減速をしやすいといったメリットに加え、もう一つ大きな理由がありました。それは傾斜に強いという点です。札幌市の地下鉄は1971年に南北線が開通しました。当時は北24条駅から真駒内までの 12.1 キロ、平岸駅を越えたあたりから地上のシェルターへと上がります。これは旧定山渓鉄道の線路跡地を利用していたからです。なぜ地上に出たのかというと、地下を通すよりも建設費を低く抑えられるためでした。車両が地下から地上に上る平岸駅から南平岸駅にかけて急勾配となっているため、傾斜を上りやすいゴムタイヤが採用されたのです。さらにもう一つ特徴的なことがあります。こちらは南北線、続いて東西線、東方線でも、車両が走るときにチュンチュンと音が鳴ります。その原因となっているのが車両からの電気を外に逃がす部品です。鉄の車輪は電気をそのまま外に逃せますが、電気を通さないゴムタイヤの場合は電気を逃すための特別な部品が必要なんです。この部品とレールが擦れることで特徴的なチュンチュンという音が出るのです。まさにゴムタイヤを採用している札幌の地下鉄でしか聞くことができない音です。専門家は地下鉄のタイヤ走行をこう分析しています。
ピードはやっぱり鉄輪に比べてやっぱ出ないですよね。まああれだけ大きな車体をゴムタイヤで支えてるわけですので、ね、どうしても鉄道車両に比べるとスピードはまあ劣るかもしれませんね。他の鉄道と乗り入れがもう事実不可能になりますから、東京とか大阪では当然皆さん地下鉄は他の路線乗り入れてますけども、札幌市ではまあそういうことは、JR 例えばね乗り入れとかそういうのは不可能ですので、まあそういう意味ではもう閉じた空間で、まあ、路線が運営されざるを得ないというですね、脱線事故などもありますよね、レールだと。そういうことを踏まえるとそういう心配ないですから、まあ走行は安定するんじゃないですかね。トータルで考えればメリットはまあ小さくないと思いますね。大塚教授は今回の事故原因の調査をしっかりと行うことが重要だと指摘した上で、独立採算性を取っている札幌市営地下鉄が今後の人口減少社会を迎える中、東方線の赤字を抱えながらも安全性を担保していけるのか考えていくべきだとお話しされていました。改めて札幌市営地下鉄は独自の路線を貫いているということが分かりましたが、開業から半世紀で更新やメンテナンスは欠かせませんし、今後も南北線札幌駅のホーム増設工事などが予定されています。利便性の向上や収支への向き合いなど重要な視点ですが、そのベースには安全があることは言うまでもありません。ウィーサーチ北海道、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。